じゃ、こんにちは、豊さん、はい、すごいニュース飛び込んできました、はい、この度桑田さんがコーチとして15年ぶりに巨人のユニフォームを着ることになりました、ね、はい、これだよ、はい、まさにそれですね、はい、いや、びっくりしたよね。びっくりしましたね。あ、まあ、びっくりしたっていうかさ、はい、まあ、あそこまでユニフォームを着ない、着なかった人が、はい、まあ、急にここに来て着るっていうのはさ、うん、まあ、珍しいことではないんだけど、はい、まあ、桑田クラスの人間が着るっていうのはちょっとびっくりしたよね。うん、どうですかね、桑田さんコーチになるってどんなようなコーチになりますかね。はい、まずね、はい、今の子たちっていうのは頭ごなしに、まあ、どの監督もどのコーチも今言ってるんだけど、頭ごなしに言っちゃダメだと。でやっぱりなぜこれをやるのかという、もう理論的にこう教えていかないとダメだっていうんだよね。まあ、もちろん我々の頃っていうのは時代が古くて、もう頭ごなしにこれやれあれやれって言われてたんだけど、ただその桑田というのは理論的だし、なんていうのかな、こう伝え方がうまいというかソフトだということだよね。だから、うん、感情的にものを言うっていうことがまずないということ、ちゃんと頭の中で整理して理論的に話すということはやっぱ相手に伝わりやすいという。だからどんなコーチでも勉強だとかいろんなことはしてると思うんだけどね、一番大切なことっていうのはやっぱ伝え方だと思うんだよ。だからそういった意味ではすごく伝え方がうまいんで、まあ、いいコーチになるかなというふうに期待はしてますよ。この桑田さんコーチになることで、はい、巨人の投手陣っていうのはどのように変わっていきますか？投手陣は、はい、ね、桑田って身長が低いのね、うん、で実質74ぐらいしかないんじゃないかなと思うの、うん、で俺と並んで話したこともあるし、はい、だけどその中で173かな勝ち星を挙げてるんだけど、うん、その理論、小さい選手っていうのは短命に終わると言われてて、やっぱ大きいエンジンを持ってる人の方が長持ちはするっていうんだよね。まあそりゃそうだよね、理屈的には、はい、であれだけ小さくてあそこまで勝ち星を上げてローテーションを守れた人っていうのは、やっぱ桑田がナンバーワンじゃないかなっていうふうに考えるの。だからそれなりのこう理論だとか、そういうものを持ってないとね、まあそこまでできないと思うんだよね、素質だけでは、はい、だからその素質を超えた何かを伝えてくれる。だからそういう意味ではすごい期待はしてる、楽しみにしてる。でも投手陣はもちろんですけど、なんかチームの雰囲気なんかにもすごく影響はしてくる。まあそうだよね、はい、まあ、影響力のある人間が、はい、まあ、ポンと入るとね。でまあ桑田もそうだったと思うけど、やっぱクラスに入ればクラスのなんか中心的な存在になったりだとか、うん、はい、チームに入ったらエースだし、だからやっぱ空気感というのはちょっと変わってくると思うんだよね、ピッチャーの、うん、ただやっぱコーチとして入るんであればこう団体の中に入っていくわけだから、やっぱワンマンプレーというかそういうものっていうのは必要がない、なくなっちゃうんだよね、うん、でやっぱり組織として組織の中に入って組織として動く、その中の、まあ、監督がいてコーチがいてって。で原監督っていうのはすごく理論を持ってても理論とぶつかって監督が、あ、それだったら大丈夫って言ったら通してくれると思うんだよね。で監督って安易にあいつが言ってるからもう全権任すよっていうことはしないと思うんだよ。なぜかというと初めてのコーチだから、はい、やっぱコーチとしての勉強もやっぱ桑田は1年目だから、そこら辺も理論はしっかりしててもやっぱコーチとして組織に入るという意味ではやっぱ全く違うということもやっぱちょっと勉強してほしいなと思う。それはなぜかというと俺がやっぱり失敗してるから、はい、やっぱ自分がやっぱ理論をしっかりしてて自分も間違ったことは曲げたくなかったんだよね。で間違いじゃないっていうのは自分を信じたかったんだけど、うん、やっぱそこでやっぱり意見がこうぶつかり出すとね、
やっぱり居場所がなくなったりとかするわけ、うん、それはどっちが悪いかっていったらこっちは俺が悪かったんだけど、だからそういうことにならないようにやっぱうまくディスカッションをしてほしいと思う、うん、それと原監督も桑田も赤ワインが好きなんだよねはい、やっぱこう試合が終わる、はい、ミーティングで赤ワインを飲む、赤ワインの話からやっぱり理論をすり合わせていって、はい、やっぱ桑田真澄が持ってる理論もう分かってると思うけど、はい、やっぱそういう席でねやっぱ腹を割って、まあ、話せていけるとねやっぱ組織に入っても何となくうまくいくかなっていうふうに思うよね、はい、ああまあ、なぜでもこの今のタイミングこのタイミング次期15年ぶりということですけど、うん、このタイミングで就任なんですかね。なんだろうね、うん、まあ、桑田もよく受けたなと思うんだけど、うん、まあ、ここまで来ててね、はい、まあ、だけどやっぱ OB としてやっぱり、心に期するものがあったのかなっていう気もするよね、はい、まあ、例えばそのソフトバンクに、うん、まあ、日本シリーズ2年連続4連敗というね、うん、そういう屈辱もあるだろうし、やっぱ OB とすればすごく悔しいことだよね、うん、で情けないとも思うしさ、はい、でまあそういう、まあ、一つ力を貸してくれないかという、まあ、くどき文句もあったとは思うけど、うん、まあだけどやっぱり野球が好きな人であればね、でやっぱり理論を蓄えてきた人でしょ、いろんなところで、はい、まあ、早稲田行ったりだとか、はい、東大を教えに行ったりだとか、はい、まあそういうことをさ、やっぱプロで試してみたいっていう、そういうことも絶対あると思うんだよね、はい、でやっぱり野球を好きで続けてきて、終わっても野球の仕事についてて、そういった人間が一度もユニフォームを着ずにね、外で解説をしてるだけではやっぱり一回中に入ってみると、はい、また、まあ、15年ぶりだっけ、はい、もう全然野球が変わってるしね、多分、はい、だから俺もそういう時があったから、あ、これは全然野球が変わってるっていうのを感じたことあるし、はい、だから桑田もそれを感じながら、やっていくと思うんだけど、はい、やっぱり一回はどんな形であれ現場に戻って、うん、その野球という緊張感に触れたい、そういう気持ちになるのはすごくわかる。うん、うん、じゃあやっぱりこう桑田さんにとってもこう念願っていうような部分はありますね。やっぱりあの勉強にもなるし、はい、勉強して蓄えたことをやっぱこう伝えて、それがつぼみになり花を咲かせるかということはやっぱすごく楽しみにしてるのかなというふうに思うよね、うん、背番号も気になります。背番号な、はい、まあ、18番をつけた人間だから、はい、ひっくり返した81番とか、まあ、いろんな感じはあるけど、まあ、何番にするのか ね、なんか今そこはあの調整中、調整中っていう風になってたんでまたそれも気になりますけど、うん、豊さん、桑田さんとの何か思い出ってありますか？あ、思い出はね、はい、最初に対戦した時に、はい、やっぱ甲子園のもうそれも PL からね、うん、来た桑田、まあ、はい、桑田なんか1年からさ名前があってさ、はいはい、最初に対戦したのは桑田さんが何年目の時？いや1年目の時、はい、でその時に球を見た時に、あ、これは甲子園で優勝するなって納得した。何がやっぱり、ね、ボールの質と回転が違った。綺麗なボール投げてた。でこれはやっぱりいいピッチャーの特徴だしね、はい、で大体高校から入ったり大学から1年目で入ってきた人っていうのは指にかかるボールとかからないボールがあるんだよ、はい、桑田の場合は全部かかってた。うん、でそれだけやっぱり指先の感覚っていうのはやっぱ鋭いものを持ってたんだなっていうような。でそれから、まあ、対戦を重ねて、まあ、俺が引退し、まあ、桑田が肘を壊して、うん、トミー・ジョン手術を受けるわけだけども、その時アメリカに取材で渡ったのね、うん、で手術が終わった直後やっぱ報道関係もたくさんいるから、まあそういう席に出てきてくれたの。その時に記者が質問ある人って手を挙げるんだけど桑田が答えないの、はい、それなぜかというとさ、やっぱ麻酔が切れたばっかりでもうちょっと意識が朦朧としててやっぱだるさがあるんだよね。そんな直後ですか？その直後なんだ、はい、
はい、で俺が手を挙げて、はい、って言った時に桑田がね、はい、あ、先輩来てくれてたんですかって、先輩の質問だけを答えますよって言ってくれたのがすごい嬉しくて、はい、やっぱ同じ釜の飯を食った人間っていうのはさ、はい、まあ、プロ野球というね、はい、広い世界で、はい、あ、それはねすごく嬉しかったな。あとはやっぱりそれが手術が終わって、はい、桑田道っていうのができたみたいに、はい、もう下半身をこう衰えさせない、鍛えるためにずっと外野のフェンス沿いを走り、うん、その走ったものが後に輪立ちになってるというさ、はいはい、まあ、そういうこともあるし、はい、で、まあ、昨年ね日本シリーズを振り返るということで、はい、対談したことあるのね、はい、桑田と、はい、まあ、その時はやっぱりなんていうのかな、先輩どうぞって立ててくれるんだよね、うん、だから人を立ててく立てれるっていうことはさ、はい、やっぱ気持ちの大きさと広さがないとできないと思うんだよね、うん、だから、まあ、その時に話したのは桑田とは野球談義だったら、まあ、ずっとできるなっていう、はい、まあ、1日でもしときたいなっていうような、まあ、そんな思い出がありますよね、うんうん、このニュースを聞いて、うん、じゃあもう楽しみですね。やっぱ楽しみだね、はい、やっぱ桑田がどういう姿で、はい、あ、教えてるのか。で俺はね予想では多くは言わないと思うよ、はい、やっぱピンポイントでここがこうなってるこうなってるんだよって、だからここをこういう意識を持ってごらんとか、ここをこうしてごらんとか、そうしてなら治るからって、はい、ワンポイント、うん、ヘボナコーチっていうのはあっちもこっちも言っちゃうんだよね、はい、で喋ることがコーチの役割だけども、多くを語らないっていうのも我慢をするっていうのもコーチなんだよね、はい、まあいいコーチになると思います、はい、ね、期待してます、はい、ね、はい、頑張ってください。